らっしゃいま。お母さん、あれれ、なんでオープン日なのにお客さんがいないのかしら。まだオープンしたばっかだからだよ。修行もせずにオープンした子供のお寿司屋さんなんて誰が来るのかしらね。あらかわいそう、あらかわいそう、かわいそう、かわいそう。いらっしゃいませ。おおおお、なんだこれ、まさみー、まさみー、またお願いします。その後、お客さんの投稿が SNS でバズり、屋根付き寿司は一気に有名になった。屋根付き寿司、屋根付き寿司、うまい棒寿司108円、天才屋根付き寿司210円、ポテチマヨ寿司108円、グランドオープン。やれつけ寿司オープンです。どうぞ。天才やれつけ寿司ください。はいよ。うまい棒寿司ください。はいよ。ポテチマヨ寿司ください。はいよ。しゅおいしい、おいしい、おっ、ここ話題の寿司屋じゃん。寿司いいね。おい、お前ら寿司なんて子供が好きそうなもんにいちいち反応すんじゃねえ。いや、マッサ、一回行ってみましょうよ。し、しょうもな。うわ、これうめえな。うまい、うめえぞ。もっとも食べてみてくださいよ。なんと小学生が店長なんです。早速中に入ってみましょう。小学生が切り盛りするこのお寿司屋さん、なんと大盛況なんです。はいよ、天才屋根付き寿司です。わあ、見てください、このユニークなお寿司、いただきます。うーん、おいしい。こちら屋根付け寿司の店主の屋根付けさんです。屋根付けです。このお寿司を作るのにどれぐらい修行されたんですか？1日です。たった1日？すごいですね。この寿司屋を作ったきっかけはありますか？世界中の人に僕の気に入った寿司を食べてもらいたいからです。寿司屋って儲かるのね。おい、意外と美味しいじゃない。は？ちょ、何がいい？何やってんだよ。おい、俺の大好物。おい、何やってんだよ。おい、何やってんだよ。おい、何やってんだよ。おい、何してんだよ。何やってんだよ。寿司食ってんのよ。お母さんはできんだから早く帰れ。私に全部任せなさい。寿司だけじゃなく、この店の権利ごと私が握ってあげるわ。は？これから修行するから待ってなさい。みんなも私のお店ができたら来てね。あ、俺の名前は天才小学生屋根助。最近はカップ麺にハマっている。ちょっと屋根ちゃん、カップ麺ばっかり体に悪いじゃないの。ちゃんとご飯食べなさい。ワープ。作ってみたいな。だから体に悪いからダメですよ。だいたいね、あんたラーメン舐めてるでしょ。素人がラーメンなんて作れるわけないんだからね。俺のカップ麺を売ってみんなに食べてもらいたいな。金儲けなんて考えてないで
勉強しなさい。ちょっと待ちなさいよ、あんた絶対ダメだからね、カップ麺ならダメだからね。ヤミーヤミーヤミー、よし、これをこうしてと。は？何よこれ。始まる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 、やる気の動画始まるぞ。3、2、1。ヤネキンの TV に帰ってて、ヤネキンことヤネスケです。この度は人生初のお休みをいただきありがとうございました。実は夢のために準備をしていました。その夢がこちらです。ずっとラーメンが作りたかった。もう一つの夢だった。母親に怒られた時も殴られた時もラーメンを食べればすぐ元気になれた。そんな僕がたどり着いた最高の一杯。ヤネキンのラーメンができました。味噌漬け。本日全国のプラネマートで販売開始です。ぜひ皆さん買ってね。ちょっと買いに行こう。僕んちお金持ちだから転売されたの買ったんだ。ヤネキンこと屋根助くんの販売した味噌漬けが人気を博し、価格が高騰し転売ヤーが続出しています。メルカリだと味噌漬けすごく高くて買えません。味噌漬け買いたいね。え、味噌漬け買いたい。おお、すげえ、めっちゃ売れた。あ、ヤネちゃんはまだ未成年だから私が管理してあげるわね。おい、俺の金。200円じゃ儲からないから値段ももっと高くしましょう。転売されてるから売れるでしょ。あとラーメン屋も出したらどうかしら。渋谷に大きな大きな広告持ち出して。は？何言ってんの。盛り上がってる今が儲かるタイミングなのよ。さっさとラーメン食べてもっと研究しなさい。別にもうカップ麺売れたから満足したんだよ。お金目的じゃないから。あっそう。味噌漬けめちゃうまかったよ。ありがとう。でももう売り切れちゃったし、キータ君も買えなかったんでね。僕買えたよ。でも売り切れだって。なんだよこれ、偽物じゃねえか。え、リニューアルして販売したって聞いたけど。さあ始まりました、屋根助ショッピングのお時間です。今日紹介する商品はこちら。この靴を履けばなんと 50m を1秒で走ることができます。それでは実際に走ってる映像をご覧ください。今お電話していただいた方に限り、なんとこちらの商品3キュッパでお買い求めいただけます。徒競走で1位になってお母さんとお父さんを喜ばせてあげましょう。それでは、はい、5足ですね。誠にありがとうございます。少々お待ちください。あ、10足ですね。誠にありがとうございます。少々お待ちください。社長、注文が止まりません。よし、追加で1万足発注しろ。はい。いい調子だ。さあさあ、お告げいたします。それでは総売上100億円達成おめでとう。乾杯乾杯。あ
お前ら今日はたらふく食ってたらふく飲めよ。ただいま。ヤネちゃんそんなベロンベロンになって何時だと思ってんの。打ち上げも立派な仕事なんだよ。お疲れ様、今日は早く寝なさい。あー社長ってやっぱり儲かるのね。時計時計。はい、ヤネスケ社長、大変なことになってます。どうした。いいからオフィスに来てください。え、どうなってんの。会社のオフィスはなくなりました。それともヤネスケ君は社長じゃありません。は、ちゃんと説明しろよ。それが息子さんをうちの会社の社長にしてもいいですか。社長にしてもいいけど株は 100% 私によこしなさいよ。いやそれはちょっと。儲かったらあなたにも分けてあげるわ。渡します、 100% 渡します。いやまさか僕もキイコさんが社長乗っとるとは思わなくて。てめえ俺を騙しやがって。ふざけんじゃねえ。どうしてくれ。なんだこれ。皆さん、キーコフィットネスクラブへようこそ。社長のキーコです。そんなにストレスが溜まってるなら、サンドバッグを殴りましょう。サンドバッグじゃなくて、てめえを投げ出せろ。皆さんも継続すれば、こんないいパンチが打てるようになります。入会希望の方はこちらの電話番号まで。それじゃあまたね。ちょいと用事があるから手番一人で頼むよ。任せてください。お腹すいたな。あ、いらっしゃいませ。この顔から判断するに、36歳、バツイチ、ジャマイカ生まれ、あだ名はヒヨゴン、パスタとミートソースアレルギー、プルーンよりレーズン派。ご注文何になさいますか。じゃあ明太子パスタのパスタ抜きですよね。え、なんでわかったの。じゃあそれと柿ピーの柿とピー抜き、レーズントッピングでよろしいですか。え、なんでわかるの。それでお願いします。お待たせしました。うわあ、おいしそう。おいしかった。また来るわね。ありがとうございます。今月の労働時間は720時間だね。はい、じゃあこれ給料。ありがとうございます。そういえばこの前お店のお皿割らなかったっけ。あ、確かに割りました。このお皿1枚1000円するんだよな。じゃあこれでチャラにしてください。おい、どうどう。そういえば最近店の電気の調子が悪いんだよな。じゃあこれで修理してください。おう、ありがとう。そういえば最近お店の売り上げが。じゃあ僕の1万円もらってください。おお、悪いな。じゃあ来月もよろしく。お邪魔します。おヤネスケ、お前体調悪そうだけどどうしたんだよ。今日でバイト360連勤目なんだよね。いやお前さ、そんなバイト早くやめろよ。バイトってやる意味ありますか。結論から言うとやる意味はあります。ただ世間一般で言われるような社会性が身につくとかそういうことではなくて、低賃金で長時間労働している社員を見て自分は将来こうならないように勉強を頑張ろうと思えるような、要は反面教師として捉えられれば意味はあるかと思います。ほら、ちなみに僕はこの人も言ってんじゃん。バイトしていたんですけど、ハンバーガーの作り方さえ覚えられました。バイト楽しい、バイト楽しい、バイト楽しい。バイトをやっている人はクズです。じゃあバイト行ってきます。おい待てよ。